プロコンスルとは、霊長目、ドリオピテクスカに属するアフリカヌス、ギトンガイ、マジョール、メスワエの3種の総称であり、絶滅した化石霊長類とされる。いずれも東アフリカの中心予中期初頭の地層から、化石が発見されており、4種とも外見上の王を持たないという共通点が見られ、現在では人類とチンパンジーの共通の祖先と考えられている。なお、 以前プロコンスル族とされていたヘセロニトニアンザエは、エケンボ族に移された。1948年、個人類学者のリーキー夫妻によって、東、アフリカ、ビクトリア湖に浮かぶるシンガ島の中心世の地層から、化石が発見された。その後、湖岩地帯からも多くの重骨に混じって化石骨が見つかり、詳しく研究された結果、チンパンジーの祖先と考えられるようになった。 形態学的に見て、P メジャーからゴリラが、P アフリカノスからチンパンジーが派生したとされている。学名の由来は、ロンドン動物園にいた、コンソルと呼ばれていたチンパンジーの名に、先祖という意味を込めて、ラテン語のプロという窃盗時をつけたとされる。なお、コンソルとは、古代ローマの最高公職、失聖感を表す役職名であるが、これに前期窃盗時、 プロオフしたプロコンスルも、失政官経験者等に対し、失政官相当の軍事指揮検討を付与する場合の役職名である。アフリカヌスの身長は70センチメートル程度、体重10キログラム程度で、チンパンジーよりやや小さい。樹上生活をしていたとされる。原生及び化石の類人猿や個人類に特徴的な形質である眼科上流器はなく、 また下顎骨の内側には、やはり類人猿や初期人類では普通に見られる隆起がない。しかし剣士は鋭く、下顎の第一小球子の高頭は一個しかない。一方、第九子の高頭は五個あるが、これは化石、原生を問わず類人猿の特徴で、他の猿類には見られない。発見された化石の研究の結果、プロコンスルは小型、中型、 大型の三型に分けられ、小型のものはチンパンジーの祖先とされる。20世紀後半までは、プロコンスルは人類とは無関係と考えられていたが、分子時計の解析により、人類とチンパンジーが中心余末から先進余初期という地質年代としてはかなり新しい時代に共通の祖先から分かれたらしいことが明らかとなったことから、プロコンスルは 人類の祖先であると言われるようになった。ありがとうございます。